はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイノリスです。今日なんですけども、はい、あのですね、朝からスニーカーズの方で、はい、ナイキ SB ダンクローと、ショーン・グライバーですね。そうですね、はい、のチャレンジの方をね、したんですけども、まあ、はい、結果の方をね、そうですね、はい、お伝えしていきたいなというのと、はい、あとですね、まあ以前にもお伝えはしたんですけども、はい、ノクタ今日発売だったんですけども、そうですね、はい、販売してましたよね。あ、してました、ね、はい、まあ、はい、その後の話といいますか、そうですね、あの追加でね、新しいアイテム出てくることになっているので、はい、まだこのあたりをやっていきたいなというのと、ね、はい、あとジョーダン1ですかね、はい、はい、来年の9月頃に発売する予定らしいんですけど、はい、ちょっと続報が出てきているので、はいはい、まあこのあたりをちょっとやっていきたいなと思います。このチャンネルではスニーカーやファッションに関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のお済みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。声をお願いします。はい、はい、早速なんですけども、ね、まあ、朝のね、はい、9時から僕ね、今日ちょっとやばくて寝過ごしそうになってます。あ、マジですか。土曜日やったらちょっとね、やばい。あ、そうなんですよ、ね、二度寝してしまいそうです。そう僕ギリギリね、8時半に目覚めたんで、この後もう一回目閉じたら寝てまうと思ったんで、はい、もう無理やり起きてました。あ、そうなんですね。はい。で、まあ、9時ですよね。はい、そうなんですよ。はい。まあ、こういった形でね、抽選のものが始まってまして、うん、まあ、まあ、10分の、受付なんですけど、はい、今回も早かったですね。あのね、僕、その前に、はい、決済あるじゃないですか。まあ、決済のね、ここで最後に、はい、パスワードを打ち込んで後ですよ、ね、うん。あとね、くるくる回ってね、なかなか先進まなかったんですね。はいはいはい。クレジットカードの3桁の番号、いつまでがいけなかったっていうことですか。そうそう、いや、打った後ね。あ、なるほど。はい、打った後ね。承認してくれなかったと言いますか。なんかね、えらい時間かかってましたね。混んでましたね。はいはいはい。まあまあまあ、時間はかかったものの、時間内にはね、ちゃんと登録ができたんですけど。なるほどね。はあ、はいはいはい。まあ、今回ちょっとね、通知が早かったんで、もしや、ゴッテムなのかなっていうふうに、ちょっと思ったんですけど、ね、はい、はい、こんな形で、ね、9時ね、12分か13分だったと思うんですけど、はい、落選というわけなんですよね。はい。はい、僕の方の結果なんですけども、はい、なんと。はい、落選と。そうだね。ちょっとね、今月ほんと全然僕変えてなくて、はい、スニーカーズの方では。いや、僕はずっとですよ。イレブンはね、まあね、はい、どこでもちょっとあれですけど、まあまあ変えるぐらい在庫あったので、そうですね、まあ変えて普通なのかなと思うんです、はい、それ以外で言うと全然変えてなくて。そうね、はい、僕で言うと、9月の1日に、はい、エアジョーダン1のライトスモークウェアじゃないですか。はい、あれゴッテムしてから一回も変えてないですね、スニーカーズでは。ああ、そうなんですね。はい、そうなんですよ。ナイキ SB ダンクに関してはスニーカーズで書いたことないですよね。そうですね。確かないですよね。はい、ないです、はあ、はい。まあちょっとね、欲しかったんですけどね、これ、はあ、はい。僕ね、去年の12月って結構すごかったんですよ。はい、あ、そうですよね。はい。フィアレスワンズコレクション割と買い当ててましたよね。そうなんですよ。スニーカーの方でね。はい、そうなんです、そうなんです。はい。11月、12月がすごいフィーバーやったんですよ、ね。はい、去年ですよね。はい、まあ誕生日近かったかな、はい、そんなのもあるのかななんて思いながらね。はい、今年もちょっと期待してたんですけど、はい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 、ちょっとあまり良くない締めくくりに来てますよね。はい、はい、なんか本当に買えなくなってますよ、ね、そうなんですよ、はい、まあ、これ僕らだけじゃなくて見ておられる方もまあそうだと思うんですけど、うん、そうですね、はい、ちょっとね、まあ、ショーン・グライバーやっぱり人気あったみたいで、はい、やっぱり欲しい人多かったんじゃないですかね、だと思うんですけどね、まあ、抽選という形だったんで、はい、はい、まあ、今回購入できた方はおめでとうございます、はい、おめでとうございます。ちょうどあるじゃないですか、はい、スニーカーで今回買われた方は、はい、クリスマスイブぐらいには届くんじゃないですかね。ああ、いいですね。いいクリスマスプレゼントになるんじゃないですか、ね、そうですね、はい、まあ結局ね、いろんなところ申し込みはしたものの、そうですね、はいはい、あまり何も落選のメールもしてないので、はい、スポタカさんの方もインスタグラムで、はい、YouTube のね、スケートボードの技あるじゃないですか、はい、あれの答えは言ってましたね。あ、そうなんですか。で、当選化された方には、連絡はもう差し上げてるみたいな、ちょっと確かあげてたと思うんですけど、うん、はい、まあ、僕らはね、連絡がないので、ないということで、はい、まあ、書いてないということなんですけど、はい、はい、同じくですよね。はい、はい、ノクタなんですけど、うん、ドレイクとナイキの新プロジェクトによる、うん、まあ、アパレルの方が発売が来てまして、はい、まあ、本日ね、スニーカーズも、ね、発売されたんですけど、うん、僕ね、ショーン・クライバーの、応募した後にですね、うん、ちょっと見てなかったんで、はい、どんな風にね、すぐに売り切れたのかっていうのはちょっと僕わかんないんですけど、うん、少し時間を置いてから確か9時半ぐらいに、ノクターのページ見た時に全て完売になってたので、あ、やっぱり完売したなっていうのがあったんですけど、なるほど、はい、もしかしたらそんなにね、何ですかね、9時ちょうどに、構えてたら買えたのかもしれないんですけど、うん、一応9時半頃に見た時はもう全て完売になってましたね。
あのそんなノクタなんですけども、はい、新しいアイテム出てきてるというか、そうですね、はい、一つ前の動画でも話したんですけど、はい、まあ、こんな形で、いわゆるナイロンジャケットのようなものが着てて、はい、これね僕ちょっと欲しいなと思ってるので、うんうん、ちなみにですね2月の23日というふうにノクタ .com の方に、ドロップのインフォメーションがあったので、その23日頃にまた日本のスニーカーの方に来たら、はい、ちょっとこれ狙おうかなと思ってるんですけど、ね、なんか来るんじゃないかなという気がしますけどね、はい、ナイキのスウッシュもねちょっと分かりにくいデザインなんで、まあ、長く使えそうかなってちょっと思うんですけど、ただちょっとね、はい、バックの部分がメッシュとかになってるので、うん、ちょっとデザインの方がよく分かればですね、まあちょっとどうしようかなっていうのをちょっと思ってるんですけど、はい、はい、手袋とかも着てるんですか？あ、そうですね。これ全部ね、ソールドアウトになってたんですよ、ね。あ、そうなんですか、ね、これ、nokta.com の方で買えるんですけど、ソックスとかもあったんですけどね。あとね、なんかこんな形で、サンプルといいますか、はい、非売品のなんか商品とかも載せてはいたんですけど、はい、はい、nokta.com の方で、今回スニーカーズで売り切れたものがあるじゃないですか。はい、一応ね、見ていったんですけどね、うん、ダウンとかもね、全部ね、ソールドアウトになってました、ね。ああ、そうなんですね。はい。そうなんですよ。この間紹介しました、水色のフレンズ&ファミリーの、うん、ものに関してはやっぱりノクタにはなかったです、ね、ああやっぱりあれは関係者に、はいはい、配られたものだと思うんですけど、そうですね、はい、まだこの辺ね来年にやるんですけど、まあ、2月頃にまた日本の発売の情報が来たらですね、はいはい、これでご紹介したいと思うんですけども、はいはい、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。あの続きまして、はい、あのナイキエアジョーダン1ハイ OG プロになるんですか、はい、トータルオレンジっていう名前で着てるんですけど、はい、これ今見てもらってるのはモップ画像になるんですけど、うん、しかもねこれ発売の時期は9月の11日っていうのちゃんと出てきてるんですよ。早いですね、はい、でこのねプロっていう名前がついてることによって、今までエアジョーダンハイ OG に何ですか、新たななんかテクノロジーが加えられたものになるんじゃないかっていうのが書いてたんですけど、例えばそのインソールの部分に何か、仕掛けがあると言いますか、あるんじゃないかっていう話なんですけど、あとこれ見てもらってる木画像っていうのは本当にね、何ですかね、少しの情報だけで作られた木画像らしいので、かなり、変わるっていうふうには書いてましたけどね、うん、はい、でですねこれね9月の11日にこのトータルオレンジのも発売されるんじゃないかっていう話があるんですけど、はい、同じくですね9月の25日にこれ以前ご紹介させてもらったんですけど、はい、エアジョーダン5でこのようなトータルオレンジっていうものがありまして、はい、シャッターとバックボードのカラーに似たもので発売するんじゃないかっていう話ありましたね、はい、してたエアジョーダン5があるんですけど、うん、このねトータルオレンジのカラーから今回ねモック画像が作られてるんですよ、エアジョーダン1に関しては。あ、そうなんですか、はい、発売の時期が近いので、なんかあのこのエアジョーダン5のトータルオレンジに影響を受けたようなカラーになるんじゃないかっていう憶測のもと作られてるのがこれになるんですけど、あ、そうなんですか、はい、同じく発売の時期がまあ9月の11日と9月の25日っていうことなんで、うん、何か関係のあるものになるんじゃないかっていうふうな書き方を教えました、ね、あ、そうなんですか、はい、あとこのエアジョーダンハイ OG のプロの、うん、トータルオレンジなんですけど、近いうちにですね実物を見ることができるかもしれないっていうふうに木画像を作った方が言ってたので、あ、そうなんですか、はい、何かしら出てくるかもしれないんですけど、うん、まあ気になるなっていう思ってるのでまたこちらね出てきたら、そうです、ね、はい、こちらでご紹介したいと思うんですけど、はい、あのエアジョーダン5のこのトータルオレンジに関してもまだ実物出てきてないので、はいはいはい、これは木画像になるので、うん、はい、またこの辺まとめて、はい、まあ、分かればここでご紹介したいと思うんですけども、はい、はい、あの僕の話になるんですけど、はい、今回ね、まあ、ショーンクラブ欲しかったんですけど、はい、まあ、買えなかったじゃないですか、はい、まあ、最近全然ね僕抽選当たんないんで、はい、はい、で今回ショーンクラブが買えなかったら、はい、この間発売されたナイキダンクハイのウィーメンズのバースティーパープラじゃないですか、はいはい、あれ僕もね買えなかったんですけど、はい、スニーカーズスタッフの方にも買えなくて、うん、そちらの方ですねアフターマルクで買いました。あ、そうなんですか。そうなんですよ、はい、あのダンクハイ集めるって言ってた。集めてますね、ダンクハイ。そうなんですよ、はい、なんでダンクハイの今回バースティーパープル買ったのかっていうと、はい、前からね、バースティーパープル欲しかったんですけど、うん、まあ、今回ショーンクライバー買えなかったので、うん、まあ、背中を押したっていう自分でっていう感じにもなるんですけど、ちょっと見てもらいたいんですけど、あの、エアディオールのお話した時に、うん、エアディオールっていうのは、デザイナーであるキム・ジョーンズが一人で作ったものではなくて、うん、ディオールのフットウェアデザイナーのチボ・デニスっていう方がいるんですけど、うん、その方の協力のほど作られたのがエアディオールって言ったんですけど、たびたびね、チボ・デニスさんの話ここでお話させてもらってるんですけど、ね、彼のね、インスタグラム見てもらうと、1999年 の、うん、あのナイキダンクハイのバースティーパープルデッドでね、持って履いてるんですよ。ああ、そうなんですか、ね、はい。それですごくね、実は、ね、影響を受けてまして、はい、あの今回バースティーパープルのイメージ出てた時に、はい、まあ買おうかなってちょっと思ってたんですよ。なるほど、ね、なんでまあ今回ショーンクライバー買えなかったので、うん、勢いでそのまま行ってしまいましたので、はい、近日中に届くと思うので、はい、あとあのプログリーンの方あるじゃないですか、はい、もう今自宅の方にあるので、あ、そうなんですか、はい、またバースティーパープルが届いた時にですね、はい、2つちょっと一気に
開封の儀でもしたいかな。開封の儀、まだ、はい、え、外ですか？行きます分身しちゃいます。はい、まだ最近ね、ちょっと風がすごく強いんで、はい、カメラがこの間三脚倒れそうになって。ああ、そうですね。またなんか考えないでください。まあちょっと年内にやりたいですよね。はいそうですね、また、はい、バースティーパープルに関しては届き次第、はい、またこちら持ってきますので。僕は何も書いてないんで、はい、開封の儀できないですけど、ね。そうですね。はい。はいまあ、おそらく、ナイキダンガハイに関してはもう当分発売されることが、はい来年に関してはそんなにリリースは今どこまだ、近いものではまだ出てきてないので、はいまあ、当分も何か買うっていうことはないと思うんですけどね。はい。はいはいはい、また届けば、こちらも届けたいと思うんですけど。そうですね、はい。また、こちらの、ナイキダンクハイのね、はい、開封の儀、はい、気になる方は、チャンネル登録のよろしくお願いいたします。こういう感じです。はい。それでは、本日は以上となります。ヒアレスでした。カイノリスでした。さようなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the truth.